あげられなくてごめんね。お願いだからそんなことしないで。ママ大丈夫よ、ほらもうやめ、ごめんなさい。キューン、ミナ拙者がミナのことを守る。だから安心するようにありがとう武蔵くん。うむ、苦しゅうない。この武蔵丸と一緒なら拙者にかなうものはいないからな。何が武蔵丸だよ、そんなおもちゃの刀で。私のアイスクリームがない。ふん、またつまらぬものを刺してしまった。ああ、武蔵丸に突き刺さってる。 うわー、私のスペシャルチョコレート小豆はじみつ砂糖マシマシトッピングのアイスクリームが。うわー、糖尿病になりそう。武士を愚弄するからこうなるのじゃ。武蔵、この野郎待て。逃げるが勝ち。待て待て待て。あの二人本当に仲がいいね。本当だね。私はレイナ、旦那を早くに亡くし娘のミナと二人で暮らしている。今一緒にいるのは近所のママ友のミサさんとその息子のムサシくん。ムサシくんはミナより年下なんだけど、ミナに惚れているみたいで武士ごっこで守ってくれるんだよね。それがめちゃくちゃ可愛い。そんなある日のこと。ねえママ。ああ、ミナおはよう。どうしたの？学校に行かなくてもいいかな。え、どうしたの？具合が悪いの？ううん、なんでもないよ。変なこと言ってごめんなさい。行ってきます。あ、ちょっと待ってミナ。ミナは家を飛び出して行ってしまった。心配になり私は学校に電話することに。もしもし、ミナの母ですが。おお、これはこれはレイナちゃん。昨日はカフェでレモンティー389円を飲んだ後にスーパーでカレーの材料を買って、ドラッグストアでタンポンやら生理用品買ってたけど大丈夫？ちょっと生理来るの早くないですか？は？おととい湯船に浸かる時間がいつもより長かったでしょう。あれのせいで体調崩してるんですよ。ゲロゲロゲロ。なんで、なんで私の回は鬼山のキモさが変化球になるの？ゲロ。ところで今日はどうしましたか？あの、ミナ最近学校から帰ってくると元気がないんです。はあ、なんであのクソガキのことかよ。え、いや、なんでもミナがどうしたって元気がない？別に学校では普通ですよ。本当ですか？学校で何か変わった様子はないですか？ない、全然ないです。何ですかそのザ悪人みたいな回答。ああ、過保護モンスターペアレント、ミナは反抗期なんじゃないですか？そうですか。ああ、それで元気がないんですか。あのクソガキレイナちゃんを悩ませるとかマジで腐ってんな。俺が慰めましょうか？俺のヘラクレスオオカブト見たらきっと元気出ます。キモいキモいキモい。もう鬼山キモ会はうんざりですからやめてください。切りますね。それじゃあ。ああ、待って、昨日レイナさんの落とし物拾ったんでそれだけでも。え、何ですか？はあ、髪の毛3本と汗5滴。ブチ。私の指は音速で周波ボタンを連打した。ねえ運営者、こいつもう出さないでよ。それからいろいろ探りを入れたが、結局ミナが落ち込んでいる理由は分からず、そうこうするうちに卒業式当日になったのだが。ミナ、ミナ起きなさい、遅刻しちゃうわよ。ミナ、ん、なかなか降りてこないな。そして私がミナを呼びに2階に行くと、ほら起きなさい。え、いない。布団をめくるとそこには枕だけが。私は急いで家中を探したがミナは見つからず。どうしよう、どこに行ったんだろう。もう学校に行ったのかしら。でもランドセルはあるし。って、ん？ランドセルの隙間から中に何か文字のようなものが書かれているのが見えた。何かしら。なんなのこれ。ランドセルを開けてみると、なんと中はカッターのようなもので切り刻まれ、消えろ、死ね、卒業式までに飛び降りろなど様々な嫌がらせの文字が書かれていた。一体誰がこんなこと。ピンポーン。ミナ。私が急いで出ると、レーナ、レーナ助立ちしてくれ。え、武蔵くん。レーナすまぬ、拙者だけでは止められぬ、拙者は無力だ。武蔵くんは泣きじゃくっていた。武蔵くん落ち着いて、どういうことなの。とにかく一緒に行くでござる。うん。泣きじゃくる武蔵くんに引っ張られついていくと、学校、なんでこんなところに。レーナ、上を見るがよい。ミナ。私が見上げると、うつろな顔をしたミナが屋上に立っていた。ミナ、何してるの、やめて、お願い。私と武蔵くんは下から必死に説得した。早く早くミナを助けるのだ。ミナ、気づいてあげられなくてごめんね。お願いだからそんなことしないで。ママ大丈夫よ、ほらもうやめ、ごめんなさい。キューン。ミナ。ミナが屋上から飛んだ。母上、任せときゃ。てめえら、しっかり私の下半身支えとけ。うらぁ、死なせねえよ。レスキュー、レスキューじゃ。うわドス。ナイスキャッチでござる。え、ミサさん、間一発だったぜ。いや、腕いった。来週筋肉痛だな。突然ミサさんが3階の窓から乗り出し、ミナをキャッチした。間に合ってよかったでござる。どうなってるの。拙者、母上にも連絡していたでござる。
母上は意外と頼りになる女でござるから。はい、武蔵、聞こえてるぞ。本当に地獄耳だ。ミサさんは武蔵くんから連絡を受けていて、ミナを助ける準備をしてくれていた。すると、屋上に人がいる。レイナ、あれが敵じゃ。え、拙者はあいつにかなわなかったのじゃ。どういうこと。早く屋上に行くでござる。あいつを倒すのだ。私は武蔵くんにせかされ屋上に上がった。チェッ、カス野郎がわざわざ助けやがって。ゴミクソのミンチを拝めると思ったのによ。ガチャ。あん、あなたは鬼山先生。おやおや、これはレイナちゃんじゃないか。会えて嬉しいよ。やっぱり可愛いね。その透き通った肌とピンク色の唇、はあ、50時間くらい舐め回したいね。あら、鳥肌ぶわ、胃袋ケロ、頭くら。拙者も今朝食べた目玉焼きケロリそうでござる。するとミサさんも遅れて屋上に上がってきた。おい、てめえ、そこで何してやがった。ん、俺は飛び降りそうになっていたミナちゃんを助けようとしていたんですよ。助けようと。違うでござる。大嘘も大嘘、そやつは嘘つき戦国大名でござる。そやつがミナを追い込んだのだ。武蔵、それは本当なのか。おいおい、冗談はよせよ。どこに証拠が。レイナ、これを。すると武蔵くんがポケットから何かを取り出した。え、何これ。ミナに、もし私がこの世にいなくなったらママに渡してと言われていたものである。なんだって。ご冗談をと突き返したのだが無理やり渡された。これはボイスレコーダー。なんだと。再生してみると、お前がこの学校で、いや、この世で一番邪魔なんだよ、ボケ。先生、やめてください。まったく、しぶとくここまで生きやがって。クソが、生産管理やってもロープ渡しても一向に実行しねえな、カスが。どうして。お前のせいで俺はレイナと一緒になれねえからだよ。しっ、ああ、ムカつく顔だよ。レイナにも似てるが、別の男の DNA も感じさせるその憎たらしい面。いいか、お前卒業式までに屋上から飛んで死ね。そんな。黙れ。ドスドスドス。もしできなかったら、レイナもお前にひっついてるムサシとかいうガキもぶち殺すからな。なんなの、なんなのこれ。くそ、あいつ小賢しい真似は。おい、てめえ、鬼山、やっぱりてめえがずっと嫌がらせしてやがったのか。ただじゃ済まさねえぞ、クソ焼きそば頭ゲドティーチェ。ああ、そうだよ、俺がやったんだよ。このガキが邪魔だったんだよ。俺様とこいつが一つになるためにはな。ば、突然鬼山が私に抱きついた。ちょ、え、顔ちっか、口くっさ、皮脂きたな。ああ、いい匂い。肌もシャンプーもリンスも洗剤も全部中学の時から変わってないんだね。は、浮いてめえ。いや、何気持ち悪いこと始めてんだ。拙者はモザイクの準備をするでござる。俺様はな、中1の時にレイナと出会ってからずっと好きだったんだよ。中 1? まさか陰剣焼きそばパンマン鬼山くん。やっと思い出してくれたか。おい、こんなエグいやつのこと忘れてたのかよ、お前。確か私、キモい男に100回告白されたショックで記憶喪失になったことがあって。凄まじい威力のショックでござるな。てめえ、キモい片思いでみんなをあそこまで追い込みやがって。許されると思うのよ、この本格噛みつぼしアタオカレストラン。そうよ、みんなにしたこときっちり償って。なんで俺様の気持ちがわからないんだ。てめえら、俺様のレイナへの愛がわかるか。俺様はレイナと出会ってから毎日レイナのリコーダーをペロペロした。ゲロ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 。おい、注意しろよ、こいつ相当やべえぞ。キモ寸劇警報発令、緊急避難レベルだぞ。絶対拙者、袋を超特急で買ってくるでござる。視聴者にもゲロ渡してやれ、武蔵。ゲロ。無論、皆さんもどうぞでござる。俺は中1からレイナが落とした髪の毛は全部タッパーに保存してる。レイナが流した汗を全部スポイトで吸って水筒に溜めて飲んだ。レイナの中高6年間の上履きの中敷きも全て持ってる。枕に貼り付けて毎日嗅ぎながら寝てんだよ、俺は。もうやめて、犯罪者。お前はただの異常変質だよ、気持ち悪い。なんで分かってくれないんだ、レイナ。俺はレイナの逆向けだって全て集めて食べた。レイナがバレエの授業で足の爪を割った時だって、俺が持ち帰ってふりかけにしてご飯にかけて食べた。ダメ、血の毛が。ゲロゲロゲロ。武蔵、袋追加。母上、レイナのお腹のことだってほら、中1の時から全部記録してるんだよ。これが愛の証明だ。鬼山は一冊のノートを見せてきた。ん、お腹、レイナちゃんの生理周期記録ノート、レイナちゃんのお腹の動き、ゲロゲロゲロ。量も気管も匂いも全部記録してや。うわー、過去作鬼山よりキッションやんけ、ボケが。ドス、ポロ、こんな時に飴なんか。レイナの髪の毛丸めて作った俺専用の愛の飴だよ。チュッパチュッパ。レイナさんの髪の毛おいしい。今まで舐めてたそれ、私の髪の毛。ああ、そうだよ、靴下だってレイナの髪の毛編んで作ったんだ、ほら。もうダメ。また母上が気絶したでござる。なのにこいつは他の男と結婚しやがって、ガキを産みやがって。俺とレイナが一緒になるためにはこのガキが邪魔だったんだよ。
興奮してブチギレした過去最強のキングキモスンギが突然ミナに手を振り上げた。母上起きるでござる。この展開は母上が返り討ちにする場面でござるよ。いつもミサのワンパターン展開ってちらほら見かけるけど、ここはどう考えても母上の出番でござるよ。こいつのせいでレイナは俺と結婚できないんじゃ、クソが死ね。やめて。ブル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 。あ、ヘリドッコーン。突然ヘリから女性が鉄球で鬼山の後頭部を思いっきりしばいた。あれは保健室のルカ先生。いや遅くなっちゃったね。え、なんでヘリ。いやミナちゃんが行方不明って聞いたからさ、ヘリ持ってる友人に頼んで一緒に捜索してたんだよね。します。ヘリ使いパリピーの万年アゲアゲのアユです。いや一番ヘリ操縦できなそうなギャル出てきた。で捜索してたら学校の屋上でミナちゃんがキムキム焼きそばに襲われてるのが見えて駆けつけた的な。言ってえな、てめえ保健教師いきなり何しやがっつー。あぎゃー、てめえの方こそ何してんの。大事な生徒とルカの大親友金髪ストロングをこんな目に合わせてただじゃおかないよ。命奪っちゃうよ。ねえねえ、心臓持って帰っちゃうよ。やっ、怖っ。てめえには関係ない。こうやってロープで結びつけて、ちょっ待って、離せ離せ。蝶々結びでほにゃららほい、できた。いや、ゆるゆるすぎでしょ。ルカ先生は絆創膏もまともに貼れない不器用オリンピック日本代表でござる。うん、武蔵くん、なんか言った。なんでもないでござる。じゃあ行くよ、ルカピッピン。はい、どうぞ。母上、どうかご無事で。な、何をするんだ。3、2、1、出発。ブル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 。するとヘリコプターが飛び立ち、鬼山がチューブラリンになった。やばい、落ちるって死んじゃうって。蝶々結びなんかじゃ絶対ダメだって。ほら、罪人専用粛清高い高いだよ。もう無理、反省してます、反省してます。許すわけないであろう。拙者の大切な人を傷つけたんだ。お前その手に持てるのは何だ。これは武蔵丸でござる。武蔵丸で悪しき心を持った宇野を一刀両断してみせよう。いいねいいね。いや、ピンク頭興奮して湯気出てるよ。はい、やめろやめろ。くらえ、これだけはやめてくれ。ずしゃ、いやーく、切れなかったか。おもちゃの剣だからロープは切れなかったけど、失禁してる。ションベン小僧も脱帽レベルのびっくり放水量でござる。見るな見るな。ロープは切れなかったが、武蔵くんの武蔵丸により鬼山のプライドはズタボロに。あれれ、鬼山先生お漏らしですか。マジ、ミナちゃんの恐怖はこんなもんじゃねえし、もっとハードな恐怖を味わってもらわなきゃ割に合わない的な。ちょっとは反省し。黙れ、あんなガキごときで反省するか。俺様はレイナちゃんを手に入れるならなんだって。こいつ全然反省してないでござるよ。ハイドの、もっとこやつをブランブランするでござる。妖怪道中膝繰りゲー。ルルルルルル。やー、ドーン。空中で揺らされた鬼山は窓から教室に突っ込んだ。踊らら、わしの事務所に窓から入ってきようってからに、どこの組のもんじゃこれ。そこはそこは、鬼山クセ焼きそば先行がミナ先輩を屋上から飛び降りさせたらしい。なんやてかすな、それおんまかいな。いたたた。え、マジ鬼山ってこいつじゃない。あ、ほんならこのアホンダラがミナ先輩をやったってんか。踊れ、ミナ先輩追い込んでわしらの事務所に殴り込みと、ええ感じやな。あ、なんだてめえ。邪魔しんじゃ。なんだ、こっちのセリフじゃ。決勝焼きそば頭しようってからに、アホンダラさっさと帰ればけ。かーって、うん、以下も必殺罪人耳埋めチョーク。グリグリグリ。いやー、耳が。いやー、帰るべーか。ドーン。帰ってきたでござる。てめえら降りたらガキボルトもマジでぶち殺してやるからな。おら、バリーンバリーン。鬼山が教室の窓ガラスを蹴りまくった。うわ、もうやっちゃっていいんじゃね。マジいいの。うわ、内ポケットからメス取り出したよこの人。ウカピピウケる。全力ヤバタニエンからのポケットからメスですじゃん。ウケる。メス、何をする気だ。今から罪人の緊急オペを始めます。きた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 。行くよ。ジャキ、ギャーって。今何を。罪人粛清危機一発だよ。少しずつロープを切るパリピのバイブス超上がるチキンレース的な。いや、落とす予感しかない。おい犯罪だぞ。大丈夫大丈夫、落ちないようにギリギリを狙っていくから。やめろやめろ。ジャキ、うぎゃー。またションベン漏らしたでござる。ミナちゃんも怖かっただろうね。自分がされたくないことは人にしない、教師なら当たり前に分かってることだよね。さあ、なんで俺がクソガキ一匹ごときでこんな目に。あれあれあれ、こいつ反省して泣く泣く泣くない。いや、どっちよ。あー、もうダメ。あー、ルカピッピ目がいっちゃった。ジャキ、え、マジで。あー、罪人の端末も聞かせて。さらば罪人。ルカ先生は思いっきりロープを切った。ヒューン。およよよ。え、え
死んじゃったよって、あれ生きてる？は？何トランポリン？ガチャ。は？ガチャガチャ、巨大トランポリンがあるって言うから遊びに来たっとに、なんで罪人が空から降ってくるんや。あー、スズキッチ、おっつー、ごめん、こいつ逮捕してくんね。たくも、罪人は非番でも正月でも空にも山にもいつでもどこでもおるけん困るな。いいところに来たクソポリン、あいつらが俺様を空から落として殺そうと。あ、何言っとったかお前、この巨大トランポリンが目に入るんか。さあ、こんなものいつの間に。何にもなしに落としたらルカたちが捕まっちゃうよ。シュン。めっちゃ残念そう。たまらんかい、お前がミナちゃんをあんな目に遭わせてやろ。教師失格、人間失格、生物失格じゃ。お前のあるのはガチャガチャ逮捕資格だけだ。そんな悪かった、ミナ許してくれ。一生豚箱から出てこないで気持ち悪い。そんな至極当然の結末でござる。ミサさんまで気絶させやがって、シャマでご毒。グー、ミサさん目が覚め、ミサ、キングキモスンギのメンタル破壊攻撃から復活したんだ。母上、え、ミサさん白目向いてる。ぐるぐー、まずい、これは母上のビーストかじゃ。何それ、こやつがキモすぎて気絶して覚醒してしまったのでござる。ガシ、え、ガルグルガルバン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 。やばい、いつもみたいにリズミカルじゃないし永遠にやってる。ミサさんとは長い付き合いやけど初めて見た。ルカも一度ジーが母上の顔をめがけて飛んだ時にこうなったことがあるでござる。ミサさん、その調子もっとやって。ミナは？ガーグーグーガー、パタ、あ、倒れた。こいつもや、それではショーマーで来い。こうして鬼山は逮捕された。もちろん教員免許を剥奪され懲戒免職に。後日、みんな本当にありがとうございました。いいってことやよ。ミサさん大丈夫なんですか。ん、何のこと。母上はビースト化するとその前の記憶を失うでござる。ウケる。ミナ、今回は気づいてあげられなくて本当ごめんね。気も怖かったよね。ママ心配かけてごめんなさい。これにて一件落着。ミナ、すまぬ、拙者の力不足だ。拙者、もっともっと強くなってミナを守れる男になるでござる。武蔵君、うん、本当にありがとね。ミナ、中学校に行ってもその拙者のことを、その拙者のことを忘れないでほしい。いやー、それにしてもウジキン時生クリームの世話うめえわ。うますぎて。さあ、わ、私のウジキン時生クリームの世話。またつまらぬものを切ってしまったでござる。何すんだ、何すんだよ。空気を読めない母上が悪い。激しく同意 100% ジュース。ほんとムードってもんが理解できないんだよね、この金髪ビーストは。マジムサシッチ男見せる瞬間だったのにかわいそすんぎ。なんだか楽しいね。まあいいか、ミナの笑顔が戻ってよかったでござる。ミナに笑顔が戻ってよかった。